レスリング柴田三條。どうも柴田です。東海オンエアの哲也が元 AKB のミニラとか呼ばれてる呼ばれてた、一回スキャンダルでね、坊主頭にしたあれですよ、峯岸みなみさんと今お付き合いしているそうでそう、文春オンラインに書かれて、で一応その事務所もそれを受けて認める声明を出したということらしいです。いやすごいいい話です。なんか俺あれですよ、なんか大きなダイヤモンドがついたなんか指輪をなんか哲也くんがもうプレゼントしてるとかってなると、もう結婚も秒読みっていう感じなんですかね。なんかもともと哲也が、その峯岸みなみの大ファンなんだよね。もう7年ぐらい前からもうツイッターとかでなんかもう自分は峯岸みなみと結婚したい、結婚するんだみたいなのを言ってて、まあその時は普通にファンで、なんか部屋にポスターとかもね貼ってあってね、でね、まあ本当に AKB 峯岸みなみのただの一ファンだったのが7年経ったらですよ、本当にねずっとずっとずっと憧れてたアイドルを手に入れちゃうっていう。いや僕はこのニュースを聞いてですね、いや夢があるなと、いい話だな、夢があるなと思いましたね。うん、僕ね常々言ってるんですよ、その YouTuber はねやっぱしょうもないファンとかにはやっぱこうちょっかいかけがちなんだけれども、やっぱね未だね、まあアイドル、まあアイドルはまあ最近ちょっと増えてきたんだけど、まあ弟とかね、それこそ大女優とか女子アナとかとの熱愛相手として YouTuber の名前って上がってこないじゃないですか。でそれはなぜかっていうと、やっぱ社会的地位がねやっぱ YouTuber にはまだないんですよね、っていうところで、まあ、アイドルにはもういけるようになったんだなとね。要はその女性ってさ、しかも、ある程度自分で露出があってで稼いでて、名前があるそう女性タレントみたいな人はね、やっぱこう自分の付き合う相手のそのランクっていうのをかなり気にするんですよ。でそこに来て、まあその役者さんとか、もちろんそのなんか MC を持ったお笑い芸人さんとか MC の仕事持ってるお笑い芸人さんとかって箔がつくじゃないですか、自分も付き合ってね、結果ゴールインしたとしても箔がつくっていうところで、結構その相手のランクって多分気にしてると思うの、その女性タレント女子アナとかね。そこに来てやっぱ YouTuber って野球選手とかその芸人さんとかと比べるとやっぱ弱いんだよね、立場がね、まだまだって感じなんだけど、もうアイドルですよ、 AKB の一応もうトップの、プレイヤーだった人とまあゴールインできるっていうほどの社会的地位を今 YouTuber 得たってことですね。いやこれがね3年前だったらね正直考えられなかったですけども、いやここ数年で YouTuber の地位というか、まあ YouTuber というものがこう認められたよね、世間的にね。いやこれはいやいやなかなかすごいことですよ。うん、あとやっぱね、思うのはね、アイドル、俺ね、まあ何でも思うんだけど、アイドルとか女性タレントとか、それこそ俺はパチンコの仕事いっぱいやってるから、パチンコの女性ライターのファンとかいるじゃんね。で会いに行くじゃん、でなんかしょうもない安いプレゼント持って会いに行くじゃんね。いやおそね、まあそのリアルでモテない恋愛弱者を騙して、まあその、勘違いさせる、まあ、職業ではあるんだけども、いやね本当の本当にそのアイドルを手に入れられる人、そのアイドルとか、そのタレントさんをとお付き合いできる人っていうのはやっぱねお金と知名度を持ってる人なんだよね。そこら辺で、ね、ただの一般人の何でもないやつがどれだけ通ってもどれだけ握手会に通ってもどれだけその、投げ銭をね配信で、毎回毎回さ1万円とか10万円とか投げ銭をさぶつけてもさ手に入んないんだよ。やっぱね金と知名度これ絶対いるんだわな。
そう言って YouTuber、 いやでも夢あるね。逆に自分が何者でもなくても好きなあの子を手に入れるために自分は YouTuber になってすげえめちゃめちゃ成功して金稼いだら、それもしかしたら可能性があるってことだからね。だからまあ YouTuber 夢あるなーっていう。でもまあ夢があるからこそやっぱみんな何でもないやつが憧れて散っていって黒歴史を残して、なんだったらこう過激になるためにちょっと犯罪行為なんかやっちゃうやつがいたりしてっていうね。なんかこうまあそんな夢があるけど怖い世界というかね、なんとも言えない気持ちになりましたね。いやただですね、哲也くんと峯岸みなみの交際はですね、僕すごいいいなと思いました。あ、 YouTuber ここまで来たかと思って。はい、そこでですよ、こっから先は真面目な話です。僕も僕柴田もお付き合いしたい大物タレント大物芸能人と橋本環奈さん、私柴田、いや斉藤光とお付き合いしてください。結婚を前提に、これから一緒に関係を築いていきたいと思っております。まだカンナちゃんと僕は一回も、まあ、お仕事とかで一緒になったことないですけれども、僕はもうあなたをテレビで、一目見た時からあなたのことが好きでした。カンナちゃん今 YouTuber はすごい来てます。そこに来て僕 YouTuber もう8年も9年もやってて、そして YouTube の登録者数はそうそう500万人とか1000万人とかいないですけども、知名度はもう1000万人級の知名度を持ってます。カンナちゃん今年の雷神大晦日は君のために戦います。もし僕が今年の雷神大晦日で勝ったら僕と結婚してください。あなたの返事お待ちしてます。はい、そんな感じで柴田でした。明日を諦めずにいられない。